い、どうも、走れ大井チャンネルです。今日はこちらの、高校時代プロ注目選手だった選手が使っていたグローブを紹介します。こちらのグローブは、クボタスラッガーの公式オーダーグローブですね。内野手になります。で、この選手は、高校時代サードをやっていまして、今大学でプレーをしているんですけど、大学の途中から、ファーストにコンバートしまして、こちらのグローブをオーダーしたんですけど、今使わないということで、自分の小学校からの同じチームだったんで、自分家に保管していいということで、1年間、こちらの棚に保管しておきます。で、まあ、グローブ紹介をしていいということなんで、今回は動画を撮っていこうと思います。では、早速詳しく見ていきましょう。はい、それでは、こちらのクボタスラッガーの公式オーダーグローブ、内野手を見ていこうと思います。まず、本体カラーはオレンジですね。こちら、ケースオレンジですかね。ここに10番の刺繍が入っています。で、ウェブが、この松井和夫選手モデル の, あのオーダーで出た、あの松井和夫のこの数、KZ が入っているウェブですね。こちらは市販では売ってないので、オーダーで買うことができます。で、ウェブにこのブラックにオレンジが入っているというちょっとおしゃれな感じですね。ラベルがオレンジの星。内側を見ていきましょう。はい、内側はこんな感じになります。こんな感じで、サードで使ってたんですけど、少し小さめのグローブで、軽めのグローブですね。で、あの大きさで言いますと、本当にショート、セカンドで使うような感じの大きさになります。で、補給ポイントは基本的にはまあこの真ん中。で、グローブの形は、どちらかというとこう、吸収する感じで、あまりこう、掴むという感じではないかもしれないですね。でもまあ、当て取りまではいかないですけど、吸収する感じでグローブを使っていると話していました。かなりこう、ツヤが出てますね。で、このツヤの理由っていうのは、基本的にはやっぱり人工芝で、大学でプレーしていたので、まあ、どちらかというとこの土よりは、この人工芝、ゴムのツヤがあるかなと思います。で、土手抜きの逆巻きですね。はい。形はこんな感じで使っていると話していました。外側はこんな感じで、少し、まあ、2年ぐらい使ってたということで、だいぶ色落ちしてしまってるんですけど、こうオイルをあまり塗らないタイプで、まあ、軽さを重視していると話していました。このグローブのこだわっているポイントの一つとしまして、この、ここの補給面ですね。この補給面の中に1枚この革を入れています。で、そうすることによって何がいいかっていうと、あの、速い打球、やっぱりサード来ると思うので、それでクボタスラッガーのカードとちょっと手が痛いと。あと、ま、耐久性が少し怖いと言っていたので、中に1枚革を入れて、丈夫にしていると話していました。これはお店に頼んでやってもらったと言っていましたね。大きさを比較しますと、こちらの型番の、あの、基本型がちょっとわかんなかったんで、こちらの KSN8PSE より一回り大きいと思います。サイズ的には。一回り大きいかなと思いますね。で、このプレイヤーの方は、かなりハンドリングが軽く、こうできるタイプの人でして、やっぱり軽い方が使いやすいと話していました。やっぱり重たいと、あの、サードの速い打球に対してこう遅れてしまう、移動が遅れてしまうと言っていたので、まあ軽いグローブがいいかなと話していました。はい、そんな感じで今日はこちらの、プロ注目選手が使っていた、公式スラッガーの内野手用のグローブを紹介しました。この色合いですね。この色合いは高校野球では使えないんですけど、まあ、社会人でプレーしている方とかは本当にこの渋さがあって、ちょっとおしゃれな感じの配色になっていますので、ぜひこういう配色も、試してみてはいかがでしょうか。なかなかこうシンプルなんですけど、少しこうおしゃれが入っている感じの配色ですね。はい、というわけで今日はこちらのクボタスラッガーのグローブを紹介しました。現在この調べてほしいと言われたドナイアとあとロマネクロのグローブは今調査中ですので、紹介できそうであればこう動画でアップしていこうと思います。はい、それでは今日の動画は以上となります。チャンネル登録、ツイッター、いいねよろしくお願いします。では失礼します。とどまることを知らない。とどまることを知らない。とどまることを知らない。チャンネル登録お願いします。